皆さん、こんにちは。リコです。b ー s t のテレビの情報が3つ入ってきていますので、お話をしたいと思います。放送の順番にお話ししていきます。まず1つ目。明日4月11日木曜日午前8時から放送されます TBS ラビット。レオが出演ということがつい先ほど発表されております。 いや、もう木曜日は、レオはレギュラーと言ってもいいくらいに、ここのところほぼ毎週出演ということで、本当に嬉しいですね。そんな中で明日から新木曜レギュラーメンバーとして、JO1 の河野純喜さんが出演されるということで、 河野純喜さんとレオの共演ということで、このお二人がどんな姿を見せてくれるのかにも注目していきたいなというふうに思っています。はい。そして二つ目の情報です。こちらは B ファーストが出演するというわけではないんですが、森山中の大島さんが B ファースト愛を熱弁してくださるということなのでお知らせいたします。 4月15日月曜日の19時から TBS 系列で放送されます。中井大吾に言いたい人々。こちらで森三中の大島さんが中井正宏さんと千鳥の大吾さんに B ファースト愛を熱弁するということです。しかも MC はラビットでおなじみの田村真子アナウンサーということで、こちらはまた本当に楽しみですね。 この話を聞いて、久しぶりに改めてバイグッバイの大島さんとのコラボ動画を見たんですけれども、いやー、改めて見てもやっぱり大島さんのクオリティがすごいと思って、あの時は確かあのためだけに髪の毛をマナトとお揃いの色に染めてくださったりもしていたと思いますので、大島さんのプロ意識が本当にすごいなと改めて思いましたが、 デビュー当初から B ファーストを熱烈に応援してくださっている大島さんが、なんとなんと中井正宏さんや千鳥の大悟さんに B ファースト愛を熱弁してくださるということで、私はこの番組を見たことがないんですけれども、写真を見る限りではおそらく他の方たちもスタジオに座っている状態で大島さんがお話ししてくださるんではないかなという感じがしますので、 これはまた芸能界にもベスティーがたくさん増えるかもしれないなととても嬉しく思います。そしてやっぱり日本のボーイズグループのレジェンドである中井正宏さんにビーファーストの魅力を知っていただける機会にもなるということで中井さんの反応もとっても楽しみですね。そして千鳥の大悟さんがどういう反応をされるかというのもとっても楽しみですし、 他局ではありますけれども、千鳥の大悟さんがヤギと大悟という番組をされているんですね。ヤギとお散歩をするすっごくほのぼのとした番組なんですけれども、この番組には、例えば NCT127 のゆうたさんが出演されたこともありますし、時々ボーイズグループのメンバーが出演したりもしているので、大悟さんにぜひぜひ B ファーストの魅力を知っていただいて、 いつかヤギとダイゴにも b ファーストメンバーが出演してほしいなというふうに個人的には思ったりしています。そしてこの番組なんですけれども TVer で配信があるかどうかというのを調べてみたんですがどうやら TVer でリアルタイム配信があるということです。なので4月15日月曜日の19時からリアルタイムで TVer でご覧いただくことができます。 公式サイトを見ていると、見逃し配信という欄があるので、見逃し配信もあるのかもしれませんが、今私が見ている限りでは、配信準備中という風になっていまして、ちょっと見逃し配信については、はっきりと情報がわからない状態です。ただ、一応見逃し配信の欄には、TVer と Unext のマークがついています。はい、続きまして、こちら昨日発表されましたね。 5月4日土曜日19時30分から NHK にて放送されます。君の声が聞きたいプレゼンツライブエール2024。こちらに b ーファーストが出演するということが発表されました。おめでとうございます。この番組は夏の紅白と呼ばれる NHK の大型歌番組となります。 去年 b ーファ r ストがこの番組に出演した時に一度集計を取って動画にしたことがあるんですがこの番組に出演すると50%以上の確率で年末の紅白歌合戦にも出演しているという実績もある番組なのでまだまだ気は早いですけれども今年もこのライブエールに出演ということで年末の紅白歌合戦に向けても大きな一歩を踏み出したんではないかなというふうに思います そして司会はおなじみうっちゃんなんちゃんの内村さんということで、内村さんも監督作品で、そうの妹、島尾小夏さんが主演を果たしていたりと、B ファーストとは深いご縁もある方ですし、応援してくださっているお一人でもありますので、ここでまた内村さんに B ファーストの成長した姿を見ていただけるというのもとても嬉しいなというふうに思います。 はい。ということで今日は3件の b ファー s t のテレビの出演情報をお話しさせていただきましたが、半月後にはマスタープランのリリースということで、おそらくこういった大型音楽番組だけではなくて、 毎週放送されている音楽番組への出演などもたくさん増えてくるんではないかなと思いますので、4月後半から5月にかけては、b ファーストのテレビ出演ラッシュとなる可能性があるなというふうに、とても楽しみにしています。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。